ゆうゆうと兄貴襲撃に遭いかける。こちら17日 YouTuber の鈴木ゆうたさんが自身の YouTube チャンネルにガチで大変なことになりましたというタイトルの動画を投稿しました。こちら動画内では大変なことが起きたのでご報告させてください、昨日強盗に襲われかけましたとガチで大変なことになってたことを告白しました。これは自宅が闇バイトの標的になっていたってものなんですけど、闇バイトの募集サイトに16日19時鈴木ゆうゆうたの住所に市役所の人間のふりをしてオートロックを突破、ドアの鍵を開けた隙に無理やり侵入して iPhoneiPad、Google の ID およびパスワード、炊飯器を全部盗めたら1人当たりの報酬50万円という内容で募集されていたというものでした。幸いなことにこの強盗っていうのは未遂で終わりました。というのもですね、この闇バイトの依頼を受けた中の一人があえてこういった闇バイトに応募して潜入した上で闇を暴いていく系のネットの活動者だったということがあって、この計画が発覚してその後警察を通じて連絡があって護送されてとあるビジネスホテルに寝泊まりして今戻ってきてこの動画を撮影してますと経緯を説明したんですね。ゆうたさんはですね、今僕は非常に強い恨みを持っている人間から命を狙われています、犯人の目星も全くついておりませんし思い当たる節も特にないんですよ、正直怖いっていうのが本心ですと明かし、さらには今引っ越し先を探してもらってる状態ですとまとめたということなんですけど、いやこれはひどいですね。正直笑い事ではないですよね。この直後大丈夫ですかって電話したんですけど、あ大丈夫ですって平常運転でした。それもちょっと怖かったんですけど、この闇バイトってのまた激しくなってきてますよね。先週の川崎の強盗もそうなんですけど、嫌な犯罪ですね。人を使ってまず卑怯ですよね。やる方も指示する方も同罪なんで絶対にやらないようにしてください。